私からは平間正治議員の一般質問についてお答えします。大きな一番、今後のまちづくりについてのカッコ1コンパクトシティについて、カッコ2立地適正化計画について、カッコ3企業や事業所等の連携についての3点についてお答えします。カッコ1コンパクトシティについて、本市が考えるコンパクトシティの概念、本市の状況についての内容についてお答えします。コンパクトシティとは、まちづくりをする上で郊外への拡張を抑え、中心拠点に行政、医療、教育、交通などの都市機能を集積し、市街地の活性化と住民の利便性を向上しようというのが一般的な考え方でございます。本市においては、都市計画マスタープランで示しているように、塩尻、広岡、両駅を拠点として、市街地の無秩序な拡大を抑制し、既存の公共施設を活用したまちづくりの推進や、開発すべき区域を選択し、都市機能の集約や環境負荷の低減が図られるコンパクトな都市構造を目指したまちづくりを推進してきております。併せて、さまざまな都市活動や日常生活において、市街地と周辺の生活拠点が連携することで、お互いに活性化しながら、それぞれの地域を作り上げていく共同のまちづくりも推進しているところでございます。具体的には、これまでの線引き制度等により、土地区画整理事業等を行ってきた結果、良好な住宅地が整備されたことにより、県内トップクラスの生産年齢人口割合の高さを維持しておりますし、工業従事者、特に若い世代の転入数も多くなっております。これについては、これまでの計画的な土地利用の成果と考えております。しかしながら、平成28年度に行いました立地適正化計画策定に伴う基礎調査の結果からも分かるとおり、都市構造上から分析した場合、中心市街地の空き地、空き家、空き店舗等の増大、市街地内での住戸混在、人口増加地区の基盤整備の遅れと都市機能の少なさなどの課題も多くあると認識しております。さらには、昨今は農山村地域のコミュニティ維持が困難となっていることも、本市の大きな課題の一つであると認識しております。次に、括弧2立地適正化計画について、立地適正化計画は高度なマスタープランに匹敵するものなのか、どういった課題を解決するために策定していくのかの内容についてお答えします。立地適正化計画の位置づけにつきましては、本市のまちづくりに関する基本構想であり、市全体の観点で作成する居住機能や福祉、医療、商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等により特化した包括的なマスタープランと考えております。また、国ではマスタープランと調和が保たれた計画としなければならないとしているため、都市計画法に基づく市町村マスタープランの高度化版とみなされております。立地適正化計画は、今後人口減少、少子高齢化が急激に進む中、高齢者や子育て世代が安心して暮らせる生活環境を実現すると同時に、持続可能な都市経営を可能とするため、コンパクト、都市ティプラスネットワークの都市構造へ再編を進めていくためのものであります。本市においては、都市計画マスタープランに目指す将来の都市構造と整備方針を掲げておりますので、その実現に向け、個別具体の開発や建築等
適正に開発の誘導をする視点からも立地適正化計画は必要であると考え、策定を進めているところであります。計画の内容につきましては、都市再生特別措置法で計画の基本方針、居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設及び誘導施策を定めることとされており、先ほど申し上げたように本市の都市構造上の課題を分析し、その課題解決に向け都市機能誘導区域や居住誘導区域などを設定した上で具体的な施策を計画に掲げることとしております。具体的な内容につきましては、町内の立地適正化計画に関連する21課で構成する立地適正化計画策定 町内チーム会議を昨年9月に立ち上げ、協議を重ねており、計画の基本方針、居住誘導区域、都市機能誘導区域、生活機能生活機能維持区域の考え方についてはおおむねまとまったため、都市計画審議会へ説明し、パブリックコメントを3月に実施したところであり、誘導施設やおよび誘導施策につきましても6月末を目標に取りまとめを行う予定でございます。今後計画に盛り込んだ誘導施策について、それぞれ関係する担当課が第5次総合計画や第2期中期戦略並びに実施計画に基づき実行していくこととなります。次に3、企業や事業所等の連携について、立地適正化計画の中では触れていくのかの内容についてお答えします。立地適正化計画においての企業や事業所等の連携につきましては、計画で定めます誘導施策を具体的に実行する段階で緊密な連携が必要となってくると想定しております。具体例を挙げますと、立地適正化計画と合わせ進める予定でおります地域公共交通網形成計画では、郊外拠点と市街地を結ぶ従来の地域振興バスに加え、それぞれの地域の交通弱者の実情に合わせたデマンドバスや乗り合いタクシーなどの在り方の検討や、多様化する福祉ニーズに対応した住宅サービスなどの仕組みづくりを行うには、医療関係、商業者、タクシー会社等との民間事業者との調整や緊密連携は欠かせないものと承知しております。繰り返しになりますが、立地適正化計画では具体的な民間との連携内容までは記載しませんが、これからのまちづくりは地域と行政の共同のほか、民間事業者との連携も必要不可欠であり、計画の施策推進にする際には積極的な民間事業者との連携を図ってまいります。私からは以上です。はい、塩原産業政策担当部長。私からは2の観光開発について1、市内観光開発の可能性についてお答えします。東山山麓はアルプス展望東雲の道といわれる東山山麓線を中心に、写真愛好家の間では絶景ポイントとしてブームになっており、訪れる人も年々増加傾向にある高ぼっち高原のふもとに広がるエリアでございます。このエリアは正面に雄大な北アルプスを眺めながら、眼下に松本平を見渡す信州らしさを体験することができる、他地域にはない観光資源として絶好の地域となっております。山麓線沿いには
案内表示板を設置した休憩施設や蕎麦屋などもあり、昼間の眺望だけでなく星空や夜景を楽しまれる方もいらっしゃいます。また本年6月1日からは眺望を生かした温泉施設がリニューアルオープンしており、訪問客の増加や活性化にも期待をしております。さらに東雲の道は松本市、安曇野市まで続く広域観光道路としての役割も果たしており、昨年から実施しております緑湖サービスエリアを発着点とした広域ワイナリー周遊バスのルートとしても活用しているところでございます。塩尻インターチェンジに近接し、交通利便性も高いこのエリアの観光資源の有効開発活用は、観光による市内交流人口の増加を図る上で非常に重要であると考えております。現在片岡地区の東雲の道の沿線では大手ワイナリーによるワイン用ブドウの圃場の整備が進み、ワイナリーの建設も予定されております。新たな資源活用として東雲の道の南の起点である北尾野地区のチロルの森や柿沢地区に開設されたワイナリーを経て、片岡地区の新しいワイナリー、さらには松本市や安曇野市までつながる新たなワインロードの構想も現在研究中でございます。次に交流人口の増加を目的としてご提案をいただきました、温浴施設、ロープウェイ、アウトレットモールの、整備についてお答えします。まず温浴施設の開発につきましては、平成26年度に片岡地区において温泉開発の可能性について地質調査を実施しております。調査結果では温泉開発が可能な地域と判断されたものの、熱源がないことから大深度の掘削が必要で、地下深部で断層を捉える必要があることから掘削深度は1500メートル必要との調査結果が出ております。また高ぼっちと麓を結ぶロープウェイにつきましては、費用対効果や法的な制限など実現に向けてクリアしなければならない課題が数多くあると考えております。また高原へのアクセスにつきましては、近年ブームとなっておりますアウトドアに合わせ、高原につながる既存の登山道の整備をすることで新たな高ぼっちファンの獲得と、麓地域の活性化を目指していきたいと考えております。またアウトレットモールにつきましては、新規出店が進む一方でネットショッピングへの移行などに見られる消費者の消費活動の変化の中で閉店を余儀なくされる店舗も出てきており、企業も慎重な姿勢を取っている傾向があるという話もあります。従いまして、誘致の可能性を含めた研究が必要だと考えております。ご提案いただきました温浴施設、ロープウェイ、アウトレットモール、いずれにつきましても行政主導で進むものではなく、民間資本や民間の開発者側の意向が大きな課題となります。高ぼっちを含む東山山麓地域のポテンシャルを活用した資源開発の研究や観光プロモーションを継続して展開してまいりたいと考えております。私からは以上です。